エミリオ・ホセ・ボニファシオ・ロサリオは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。ウト・リョーダ。現在は、フリーエージェント。実定は同じくプロ野球選手のホルヘ・ボニファシオ。2001年にアリゾナダイヤモンドバックスと契約して、プロ入り。2007年9月2日にメジャーデビューを果たした。ワシントン・ナショナルズ時代2008年7月22日に、 ジョン・ラウシュとのトレードで、ワシントン・ナショナルズへ移籍した。フロリダ・マーリンズ時代2008年11月11日に、ジョシュ・ウィリンガムとスコット・オルセンとのトレードで、フロリダ・マーリンズへ移籍した。2009年開幕戦では三塁手として、先発出場し、4安打3盗塁の活躍で、メジャー初本塁打となる、ランニングホームランも記録した。 なお、開幕戦でのランニングホームランは1968年に、ボストン・レッドソックスのカール・ヤストレムスキーが達成して、以来の快挙だった。その後も5試合連続で、マルチヒットを記録した。2011年には40盗塁を記録している。トロント・ブルージェイズ時代2012年11月13日に、ジョシュ・ジョンソン、マーク・バーリー、ホセル・エース、ユネル・エスコバーラ総勢11人が動く。 大型トレードでトロントブルージェイズへ移籍した。2013年8月14日にトレードでカンザスしてロイヤルズへ移籍した。2014年1月17日にロイヤルズと350万ドルの1年契約に合意したが2月1日にディーフとなり2月10日に自由契約となった。2014年2月15日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。 3月30日にカブスとメジャー契約を結んだ。アトランタブレーブス時代2014年7月31日にビクター・カラティーニとのトレードでジェームズ・ラッセルと共にアトランタブレーブスへ移籍した。移籍後は41試合に出場して打率21。212、1本塁打、6打点、12盗塁を記録した。オフの10月30日に FA となった。 2015年1月8日に、シカゴ・ホワイトソックスと300万ドルの1年契約を結んだ。8月16日に、ィーフとなり、18日に自由契約となる。2015年8月25日に、カブスとマイナー契約を結ぶも昇格はなく、オフに、FA となった。2015年12月18日に1年125万ドルで、ブレーブスと契約。 2016年4月2日にディーフ及び6日に自由契約となるも10日にマイナー契約で再契約し3日のトリプル A 級グーイネットブレイブスへ配属された6月21日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした7月7日に再びディーフとなり9日に40人枠を外れる形でトリプル A 級グーイネットへ配属された 9月17日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの11月3日に FA となったが12月9日にマイナー契約で再契約し2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年4月2日にメジャー契約を結び開幕25人枠入りした。6月2日に d フ。 6日に自由契約となった。2017年8月1日にダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、参加の AA 級、ジャクソン・ジェネラルズへ配属された。オフの11月6日に FA となった。2018年5月8日に独立リーグであるアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約を結んだ。2018年8月31日に、 ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。オフの11月2日に FA となった。2019年1月28日にタンパベイレイズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月29日に自由契約となったが、4月3日に再びレイズとマイナー契約を結んだ。オフの11月4日に FA となった。 2020年1月28日にナショナルズとマイナー契約を結んだ。7月22日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。8月6日にリーフとなり、翌7日にマイナー契約となった。8月8日に FA となった。内野守備外野守備ミルブ。ありがとうございます。